こんにちは、柴田です。今回はですね、ヒデさんのドンズバに関してお話しさせていただきたいと思います。まあ、ドンズバとはですね、皆さんご存知かと思うんですけれども、ヒデさんが実際に使用していたギターと同仕様のギター、同じ木材であったり、同じピックアップ、スペックが同様のギターのことを言うんですけれども、今現在はですね、受注生産でイエローハートとチェリーを買うことができます。で、このイエローハートとチェリーの他にも、ヒデコンプリートギターシリーズというものがリリースされておりまして、まあそちらでですね、8本のドンズバが発売されております。こちらがですね、2004年のギター広告になります。エイリアン、レモンドロップ、サイケ、基板、で、ホワイト、バラドクロ、ショッキングピンク、グリーンハート。で、この8本がですね、限定モデルとして発売されたんですが、100本限定で発売されたという風な感じの触れ込みがありますけれども、僕の当時の記憶だとですね、本数は特に歌ってなくて、受注が来た分を生産するという風な感じで、店頭で予約を受付しておりました。なので100本以上生産されたギターもあると思うし、逆に100本未満のモデルもあると。その辺はですね、オフィシャルで公表されていないので、まあ何とも言えないところではあるんですが、イエローハートとね、チェリーもね、受注生産ではありますが、まあね、3年4年待つこともあるということで、この2本もね、中古で結構高騰しております。まあそんなヒデモデルのドンズバなんですけれども、まあ最近ね、まあよく言われているのが、イエローハート、この420がですね、ホンジュラスマホガニーからセレクテッドマホガニーに、カタログの記載が変わっている。これに関してはですね、結構有名な話で、ワシントン条約によってですね、ホンジュラスマホガニーがなかなか手に入らない状況にあります。まあ、そういった事情があるので、420は今セレクテッドマホガニーになっているんですけれども、実はですね、その420にも、ホンジュラスマホガニーのものが3本あると言われておりまして、それはですね、受注生産ではない、店頭で販売するように作られた3本。受注生産をする前に3本すでにもう製造が進んでおりました。まあ、要するに 420SHY の初号機ですよね。初号機はですね、渋谷の黒沢楽器さんに入りまして、で、その1ヶ月後にですね、関西の方に2本、神戸と大阪にですね、420の2号機と3号機が入ります。で、実はですね、私シーバードがお譲りしていただいた420の SHY。これはですね、420の初号機、黒沢楽器に店頭で展示しようとしていた、まさにそのイエローハートでございます。こちらですね。予約なしに店頭で購入された方があと2名はいるかと思いますので、本マホなんじゃないかなと思います。まあ、この本マホとセレクテッドマホガニーに関しましては、僕もですね、実際に両方とも弾かせてもらいましたけれども、違いはね、全然気にならないです。わかんないです。まあ、そんなに気にするところじゃないかなっていうふうに個人的には思いました。まあなのでここの材がですね、本マホからセレクテッドマホガニーに変わったっていうのは、特に闇というふうな感じでは僕は捉えてないです。で、この後ですね、ちょっと闇に近づいていく話なんですけれども、コンプリートシリーズのドンズバサイケ、こちらのですね、気づいた点というか、まあ、気になる点がね、2つあったんで、ちょっと皆さんに共有させていただきたいなと思うんですけれども、まあ、このコンプリートシリーズのドンズバサイケは、定価が45万円ですね。450X。現在中古市場はですね、もう下手すり100万超えぐらいで売買されてたりもするので、まあ、伝説のギターと言っても過言ではないんですけれども、まあ、その伝説のギターもですね、ちょっとやっぱ気になる点があるんですよ。まず一つはですね、このネック裏、ヘッドの裏を見てください。ご覧いただいてわかる通りですね、つなぎ目がありますよね。これはもう確実にコストカットです。MG タイプはですね、ネックに角度があるので、ここの角度ですね、ここの角度。ギブソンのレスポールとかにもありますが、この角度があるがために、このメイプルがですね、厚みが必要なんです。その幅が足りないから、ここ継ぎ足してるんですよ。これも完全にコストカットですね。45万円するギターなんで、もうちょっとね、厚めのメイプルって見つけれなかったのかなと。
まあ、つなぎ目のね、位置もね、非常に中途半端で、なかなかね、こういった形のね、ギター見たことがないなと。とはいえですね、フェルランデスサイド、あとはヒデさんの事務所サイド、この辺でですね、様々な権利があって、利益の分配がされていくと思うんですが、まあ、そういった面を踏まえると、コストカットも致し方ないかなというふうなところもあります。まあ、この辺に関してはですね、まあ、軽い闇というふうな感じなんですけれども、この後はですね、まさに闇です。このサイゲドンズバのですね、メンテナンスでバックパネルを開けたんですよ。そしたらね、驚くべき光景が。もうほんとびっくりしたんですが、配線がね、剥き出しだったんです。何が剥き出しだったかっていうと、EMG がついているので、これアクティブ、電池が必要なんですよ。そのバッテリーのケーブルです。これがね、ちぎれたか切っちゃったのか、元から短かったのかわかんないんですが、継ぎ足してるんですよ。これはね、普通に危ない。ショートします。このね、バッテリーケーブルなんてね、普通に買っても500円程度ですよ。EMG の純正でも700円で売ってます。もう何が嫌かっていうと、この700円をケチってるのも嫌だし、もちろんね、ショートしたりするので、その危ないっていうのも嫌だけれども、どこの国の誰が作ってるかわかんないんですけれども、失礼だなというふうに僕は感じました。それは購入者さんにもそうですし、ヒデさんの名前を背負ってるギターなんで、こういったね、雑なことは、ほんと失礼だと思いました。まあ、このバックパネルに関してはですね、新品で購入された方にですね、確認しました。買った時からいじっていないと。なのでね、なんかどうせわかんないだろうとか、まあ、そういった軽い気持ちでね、やったのかもしれませんが、これはね、検品してない方も悪いですよ。まあ、もしですね、フェルナンデスの方が見ていたとしたらですね、今後ね、抜き打ちでもいいので、検品はしていただきたいなと思います。ヒデさんのモデルに関しては再リリースを求めている方々が非常にたくさんいるので、またいろんなドーンズバがですね発売されることを願いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。